これより第2クォーターに入ります。佐藤建設、今度は画面向かって左から攻める格好に変わります。相手陣21ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。ここでクォーターバック7番エンドゾーンに走り込んだワイドレシーバー13番に一気にタッチダウンを狙うパスを投じました。しかしわずかにオーバースローとなりましてパス不成功となります。前パスを失敗しますと攻撃は元の位置に戻されて次の攻撃に変わります。従いまして佐藤建設サードダウンの攻撃に変わります。佐藤建設スタンディングベアーズ、相手陣21ヤードからサードダウン8。パス成功。ナイスキャッチ、ファースト。クォーターバック7番、今度は左に展開したワイドレシーバー80番にパス。これを見事80番キャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースト。見事攻撃権更新を果たしましたクォーターバック7番は井上、大阪公立大学出身のルーキー。そして取りましたワイドレシーバー80番はタクア、江南大学出身のこちらもルーキーです。こちらは35歳のオールドルーキーです。佐藤建設相手陣12ヤードからファーストダウン10。これは愛知ナイスディフェンス。佐藤建設ランニングバック9番にハンドオフし、9番スピードに乗って右オープンに展開を図りましたが、しかしこれは愛知3番見事に対応しまして約2ヤードロスを奪っています。素晴らしいタックルでこのランプレーを阻止しましたのは愛知ゴールデンウィングス3番の佐川、愛知大学出身。佐藤建設スタンディングウェアズセカンドダウン12。ボールオンは相手陣14ヤード、しかし絶好の位置にあります。さあここで中央へのランプレー、ハンドオフオプションからランニングバックに託しました。キャリア20番、その隙間を抜くように中央突破を図りましたが、ゲインは2ヤードにとどまっております。ここは愛知のディフェンス陣も踏ん張っています。キャリア20番は井上でした。摂南大学出身。佐藤建設サーダウン10。ボールオン相手陣12ヤード。QB サーククォーターバック7番、ここでパスによってタッチダウンを狙いました。しかしそれを見過ごして愛知91番クォーターバックサックしまして、このランパスを投じる前に阻止しました。見事 QB サックでこのプレーを阻止しましたのは愛知ゴールデンウィングス91番の野田、名古屋大学出身のプレイヤーです。佐藤建設フォースダウン16の状況に変わります。フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは36ヤード。このキックはしかし失敗されました。フィールドゴール失敗により無得点となりました。4回目の攻撃失敗という形になるので、この位置で攻守交代となります。愛知非常に厳しい状況の守備を強いられましたが、見事それをしのぎ無得点でこの攻撃を断ち切ることに成功しました。さあ攻撃権変わりまして、今度は愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。愛知自陣20ヤードからの攻撃に入ります。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。愛知ここでオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、クォーターバックなどは自らキープを選択しましたが、これを佐藤建設逃しません。このランプレーを阻止しノーゲインとしています。なんとか状況打開を図らんと愛知さまざまな手を組んでおりますが、佐藤建設のディフェンス強固です。
配置、セカンドダウン10、ボールオンは自陣20ヤード。さあこのパスを追ってる、前がいた、独走、残り10、エンゾーン、タッチダウン。しかしここでイエローフラグが発生している、反則が発生しております。さあこのフィールド上に落ちましたイエローフラグ、果たしてどちらにありました反則でしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を掴んだり握ったりしてはいけません。先ほどのプレーは結果的に無効となります。下反則によりましてもう一つ反則ありましたが、この反則は無効となりホールディングを取りました。結果的に開始点より10ヤードバッタイをする形になってのセカンドダウンやり直しとなります。第一、非常に大きなプレーを自らの反則で失いました。反則プレーの開始点、最初の開始点から10ヤード下がっての罰則という形になります。TK 様、勝本選手、本当に素晴らしいキャッチと素晴らしいキャッチアンドランでした。返す返すも反則惜しいという状況ですが、しかしこのパスを倒産と必死にブロックしようとした結果でもあります。さあ愛知10ヤード下がり、セカンドダウン20の状況で試合再開。ボールオンは自陣11ヤード。さあランプレーによって状況打開を図りましたが、これは佐藤建設ディフェンス村上阻止しております。キャリア27番、このランプレーは阻止されました。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。27番が高橋、東京工業大学出身。愛知ゴールデンウィングス、サードダウン20、ボールオンは自陣10ヤード。QB サーク、クォーターバック7番プレッシャーをかいくぐり、なんとかパスを投じんとしましたが、このプレーを佐藤建設99番、見事なパシュートで QB サーク、大きなロスオーバー形に成功しております。見事 QB サークしましたのは佐藤建設99番の大池、大阪市立大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールディングス、フォースダウンロングパントフォーメーション。このパント、佐藤建設素晴らしいチャージをかけまして、パンターに余裕を与えませんでした。結果的に大きなパントにはならず、愛知自陣脱せず、自陣26ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。ここでウォーターブレイクが入ります。
この配信は X3 ウエスト全19チームによる共同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけました各企業の方々、そして個人の方々のご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画にご同意を実施することによりまして、この会場にお越しいただけない方々、この時間帯に試合をご覧いただけない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能となりました。皆様のご厚情、そしてご配慮、非常に嬉しく思います。この企画は現在も続いております。ぜひご賛同あります方々は、説明概要欄にありますショッピングカードをご覧ください。さあ試合再開です。佐藤建設、相手陣26ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあまずランプレーを展開し、左オープンを突こうとしました。キャリア20番、そのスピードに乗って左オープンを狙いましたが、これは愛知ディフェンス陣殺到し、約3ヤードロスに変えております。愛知もディフェンス陣、ここに来て目覚ましい活躍を見せ始めました。佐藤建設、セカンドダウンスターディン、ボールを上地陣して相手陣32ヤード。これも佐藤建設、ナイスディフェンス。今度はランニングバック9番にボールを託しまして、右オープンへの展開を図りましたが、これは愛知47番見事なチャージを見せまして、このランプレーをノーゲインに変えています。佐藤建設、サーダウンサーティン、クォーターバック7番、プレッシャーかいくぐりパスを投じんと構えましたが、そこを愛知47番 QB サックしまして、ロスに変えております。フォースダウンに変わります。佐藤建設、フォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。このパントはフェアキャッチ、リターンせずその場でボールを止める形に選択、愛知はいたしました。結果愛知自陣15ヤード付近からの攻撃に変わります。愛知非常に厳しい状況でしたが、見事この攻撃をしのぐことに成功しました。攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃になります。愛知自陣14ヤードからファーストダウン10。さあまず右に展開しまして、ワイドレシーバー4番のキャッチアンドランです。ブロッカーを始めから右に展開した状況で、そこからそれを生かしてのパワープレイに出まして約5ヤードのゲインと変えています。パスを取りましてキャッチアンドランしましたのは愛知4番の高橋、岡山理科大学出身、私の学生時代そのしのぎを削りました同ブロックのライバルチームでもあります。インターセプト、ターンオーバー。ここで愛知はロングパスを投じました。状況一気に打開図らんとするパスでしたが、これをしかし取ったのは愛知佐藤建設23番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事この攻撃を断ち切ったのは佐藤建設、スタンディングベアーズ23番の柳田、拓殖大学出身の34歳のルーキーです。さあ前半残り時間1分53秒で佐藤建設、相手陣45ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。
まずは7番パスプレーから入りました。ターゲット19番でしたが、これはディフェンスのカバーもあってパス不成功。セカンドダウンに変わります。佐藤建設セカンドダウン10。さあパスは通った。ターゲット80番、キャッチしまして約5ヤードゲイン。しかし中で倒れているため時計が回ります。パスキャッチしましたのは80番のタクア、江南大学出身。佐藤建設サーダウン5、ボールオン相手陣40ヤード。ナイスキャッチ、ファースター。今度は左に展開した13番、伸び上がるようにこのボールをキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、見事なキャッチを見せましたのは佐藤建設13番のアヨイ、大阪市立大学出身。ここでホイッスル。佐藤建設ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。佐藤建設このまま時計を回していると攻撃時間、攻撃の機会を失うと見まして、ここでタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームによる合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた多くの企業様、そして個人の方々のご寄付、ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。こちらの企画にご賛同、内容をご覧いただき、ご賛同いただけるようでしたら、ぜひ皆様よろしくお願い申し上げます。その期待に応えられるよう私も全力を尽くしたいと思います。 TK 様、山田のいいパシュート、おそらくこれは愛知ゴールデンウィングスの山田選手のことを指していると思います。非常に最後まで粘り強く追いかけることによって佐藤建設の攻撃を断ち切っております。しかし今佐藤建設の攻撃、佐藤建設ファーストダウン10、パスが通ります。さあタックルをかわした、ナイスキャッチアンダー。ここでイエローフラッグ、反則が発生している。さあ素晴らしいお見せ、粘りを見せましてキャッチした後そのランを重ねてのゲインをしておりましたが、この部分で反則が発生したのは果たしてどちらにあったでしょうか。背後からの不正なブロック、オフェンスに反則がありました。ボールを持っているチーム側は相手のボールを持っていない選手の後ろからヒットしてはいけません。10ヤード抜体しましてファーストダウンやり直しとなります。反則はありました時点からの10ヤードの罰則という形になりますので、約4ヤード下がってファーストダウンやり直しです。佐藤建設ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。反則によりまして下がったことによりまして、まずチーム全体の気持ちのリセットを図らんとするタイムアウトを取りました。
前半残り時間1分を切っておりますが、ここで白熱した攻防は続いております。佐藤建設押しておりますが、この残り時間52秒の間に得点できないと現在のポジショニングはリセットがかかります。何としてもこの状況を生かし得点を上げたい佐藤建設、逆に愛知は何とかこれをしのぎ前半戦をこのままの状態で終えたいというところでしょう。タイムアウトを解けます。佐藤建設ファーストダウン14、ボールオン相手陣33ヤード。パス不成功。ここで左奥に走り込んでいたワイドレシーバー19番へのパス、一気にビッグウェインはからんとするプレーでしたが、これは愛知のディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。佐藤建設ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。しかし前パス失敗ですと時計は止まります。前半残り時間は44秒で時計は現在止まっております。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン14、ボールオン相手陣33ヤード、前半残り時間44秒。パス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー16番にパスを通し約8ヤードのゲイン、ここでホイッスル。そして12ヤードゲインしておりますが、攻撃権更新には至っておりません。佐藤建設ここで前半最後のタイムアウトを使います。これで佐藤建設に前半時計を止める手段はなくなりました。さあ1秒をかけた戦いが現在繰り広げられております。佐藤建設残り時間前半33秒の段階でタイムアウトすべてを使い尽くしました。さあこの状況で投じる策は果たしたどういったプレーになるでしょうか。ボールオンは相手陣21ヤードの位置にあります。試合再開となります。佐藤建設相手陣21ヤードからサーダウン2、前半残り時間は33秒。中央へのランプレーを選択した。見事に攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン、しかし時計は回り続けます。ここでパスを叩きつけボールをスパイクしてパス失敗としました。パス失敗となりますのでここで一旦時計は止まります。前半残り時間20秒。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は次のプレー開始まで時計が回り続けます。しかしボールを持った選手が外へ出るあるいは前パスを失敗した場合は時計が止まります。これを使いまして佐藤建設残り20秒の攻撃にかけます。佐藤建設セカンドダウン10、パス成功、タッチダウン。クォーターバック7番ここでエンドゾーンに走り込んだワイドレシーバー19番にパス、19番これを競り合いながら見事にエンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン。佐藤建設前半終了間際見事に先制のタッチダウンを上げまして6点獲得となりました。見事タッチバンダスパスを投じましたのはクォーターバック7番の井上、大阪公立大学出身のルーキー。取りましたワイドレシーバー19番は近藤、摂南大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーキックを決めまして1点追加。
佐藤建設スタンディングベアーズ7点、愛知ゴールデンウィングス0点となりまして、まず佐藤建設がこの試合の先手を取りました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自陣のエンドゾーンで自らが倒される自殺点セーフティーの2点です。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算の組み合わせによりまして引き分けが起こりにくい決着方式になっております。前半終了間際、その状況で佐藤建設見事なタイムコントロールで先制のタッチダウンを上げるに至りました。その得点を上げました佐藤建設のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開です。従いまして失点した側が次の攻撃の機会を得やすい形になります。ここでリレーオブザゲームの反則がありました。リレーオブザゲーム、遅延行為、制限時間内にプレーを始めなかったという反則です。アメリカンフットボールはボールを持っているチーム、オフェンス、キッキングチームには制限時間があります。この時間内にプレーをしなかった場合には5ヤード抜退という罰則を受けます。従いまして佐藤建設5ヤード下がり、自陣30ヤードからのキックオフで試合開始となります。さあ愛知リターンに入る。リターンは30番左オープンを疾走し、一気に相手陣落とさんとするスピードに乗ったリターンを見せましたが、自陣35ヤード付近でボールデッド。この位置からの攻撃という形になります。前半残り時間は5秒。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。さあこの5秒でどのようなプレーを持ってくるでしょうか。ニーダウン、あえて膝をつきランプレーという扱いにし時計を回しました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス0点、佐藤建設スタンディングベアーズ7点で、佐藤建設がワンタッチダウンリードする形で前半戦終了となりました。